14章伝承。どうも山上です。14章やっていきましょう。伝承、竜を受け継ぐもの。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな、お前は荒川真澄の息子だ。ああ、40年前の大晦日、茜が、あいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさか祖父で、そんなわけねえのによ。もしかして大家さんはずっと俺を自分の息子だと。確かめる術はもうないんだよな。おやさん、くそ、どうして。な、何？なんだよ急に。みんなお前のことを心配して。話をつける。え、誰と。マサト君、青木亮と話をつける。話つけるってどうやって。だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所、白陵ビルか。今から行くぜ。え、おう、わかった。俺らも行くからよ。こんな一番くん見たことないだろうな。仲間たちも行ってないか。さす、え誰でっか。おお、ごめんな仲間たち。もう戦ってくれてたん。ちょうど呼び行こうと思ってたと。いや、戦ってたのか。近江連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中、こっちを見てるだけだ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。え、マサト君の資格、いや石尾田レイジが。何はともあれ俺らが気に入らねえってとこか。そいつお互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。天佑構えかっこいいな。はん、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。行こうか。大海ばっか突っ込んでくるな。おやっさんの息子でしたって話聞いて仲間たちも声かけられないよな。わかんないよな。いや、もう汲み取ってあげられないぐらい半端じゃない事実だもんな。まあ、極めて可能性は高いよって話だけど、そうでしょ。そうとしか思えないでしょ。いや、行こう行こう行こう。もう倒しちゃおう、倒しちゃおうね。大人数にズドーンってさ。よし、行け、踊れい、踊れら、踊れい、よいしょ。いいよ、いいよ、いいよ。攻撃力上げて、あさっちゃんはメロメロ台風、大人数にこの全員を魅了できますか。
よし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 。いや、マサト君が春日君の命を狙うことはまだないの。だから、ええ、沢城城がしょっぴかれたのはお前らのせいだって。まあ、俺たちのせいでは。いや、違うだろ。罪を犯したからだろ。うん。いや、表で先に戦っててくれたのか、中で春日君は思い悩んでるからって。くぅ、最高の仲間たちだ。とんでもない事実を知って、とんでもない事実を知って、春日君は、今までの春日君とはちょっと変わっちゃうよな。おやっさんとの関係の真実は、もう春日君にとっては急所だもんな。よいしょ。さと二人だ、一人はほの字だ。行かせてくれ、クウメに会いに行くんだよ。おーれ、これ以上サバイバーに迷惑はかけられない。追い出されたら俺たちはマジでどうしたらいいかわからないから、行け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 。まあ余裕だな、こんな兵隊ども。行ってやれ、サエコ、行ってやんな。次アダチッチか、決めちゃっておくれよ。高い高いだ、おヤクザさんよ。オッケー、まあいいでしょういいでしょう。みんな強くなってるでしょう。久米のブリーチジャパンの事務所に参ろうか。石尾田だよな、石尾田来るね。伝承っていうのは親子の、それともドラゴンの。よう、一番、この先もこんな風に近江の連中相手にすんのか。キリがねえぞ。うん、ああ今の俺は殴られんのも気分がいいんだ。ええ、余計なことを考えねえで前に進めるんなら構わねえってもんよ。ああ、春日君、深呼吸だ。なるほど、わかったよ。ならこの勢いでクメんとこを乗り込むか。いや、春日君、ちょっと荒れそうだね。深呼吸、私が言うのもなんだけど深呼吸だよ。あ、もう怒りに満ちている目をしている。選挙の立候補者が物理的に敵陣に殴り込みとはね。これが真っ当な選挙なら、おやっさんだって、星野会長だって殺されてねえはずだ。まあ、確かにな。じゃあ行くか。高部さんも、親の仇とか思ってるかな。誘う？久米陣営、誘うわ。とりあえず収穫しながら。あ、何も植えてないじゃん、私。バカたれ、バカたれ。マサト君と話をするっつったってな。いや、どうなの春日君、今まで和歌に対してはなんだかんだ大好きなおやっさんの実施だから甘く見ていた部分っていうのあるんじゃないの。それが血つながってんの俺の方じゃねえかっていうので、玉取る、玉は取らない、なんかやけくそになってるようなセリフが怖いんだよな。もう玉取っても取られてもどっちでもいいみたいなことは考えないでね、思ってないか。久米も青木亮の裏の顔を知らない、いわゆる被害者だって言ってたから、そんな気づかないことある。もうそこはグレーゾーンだもんな。青木亮さんちょっと怖くてヤバい人だけど、このままこの人に乗っかれば俺は上に行けるしなって絶対気づいてる。気づいてないわけがない、そこまでバカじゃないでしょ久米。分かった上で乗っかってんならお前も同罪だ、この野郎。この野郎が信号無視、危ねえ、やめろやめろ、ナイス、上手くなってきた信号無視が。そんなもう上手くなるな。いや、マサト君も自分の本当のお父さん、血のつながったお父さんが沢城って知ってた可能性。いやー、話がしたい、とりあえず話がしたい、エンカウントはしたくない。だからジョーに非常な命令をしてたのもさ、お父さんの愛を試していた行動にも見えない。逃げられねえ、畜生、強いサイコ、君がいなきゃ俺たちはダメだサイコ。みんなメロメロだ。そう見えたらなんかさ、若もそうだよな。いや、なんでもう若をなんとかさかばいたいっていうか、マサト君こんな子なんですよって弁護したいけど、ごめん、私の弁護能力じゃ無理だ。ダメだろマサト、全然ダメ、全然ダメです。いや、事務所久々だな。うん、組めそうだ。いや、ちょっとつ申しに突っ込んできちゃったけど、バンバンバトルだったりしないよな、どう思う。いや、気になるので行ってみてもいいですか、組めそうだ。ふん、行こう。白陵ビル。ん、選挙中の割には静かだな。出払ってんのか、外で演説。
大丈夫？クメ死んでたりしない？空いてる？誰もいねえ。どうなってんだ？いや、罠か。何かの罠か。こんな簡単に潜り込めるなんてな。ねえ。見て、一番。オウミの奴らよ。俺たちを袋のネズミにする気だったか。なんて姑息な。厄介だな、オウミ。おい、クメはどこだ？初対面で急にそないな質問するなんて礼儀がなっとらんの。だったら丁寧に尋ねてやるよ、その体にな。おら、言ったれ、春日の玉取ったれや。体は正直ねっつって。あー、倒さないといけないよな、うん。いやー、なんか渡瀬さんの号令でこいつら引かしてくれないか。でも渡瀬さんが解散させたことに対して怒ってんだもんな。うわー、行け行け行け。いいよいいよ。いやいいよ、みんな息があって、倒してくれよ。あー、あいしょ。結局大人数にはサエコがいた方がいいよな。メロメロ台風でイチコロなのよ。えい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 、ちょろい、オウミがちょろいぜ。もち行っちゃうか、長さん。大技見せてくれるかい。あいつに行っちゃおう。極み、いいぞいいぞ、超超天佑。いや、ずっと偉人さん守ってきた会長のな、思いを汲んでるんだろうな。天佑も孫飛もヨンスも、もういや、もうでしょう。ああ、もう強い、無駄に強いぞ、オウミ。いや、今俺たちは横浜でオウミ連合と対峙してます。マサルッチやダイゴちゃんの方にも、ああ、オウミの資格、青木亮の資格が言ってるのか。何やってるんだろう、今何やってるんだろう。またわからないところでなんか変なかっこいいことやってたらどうしよう。死んでも死にきれねえよ。マサルッチの一声でな、行こうか、ラスト一人だ。ずっとメロメロで助かるよ、バカチンガー。行ってくれ、ほれ、よいしょ。倒せない。あとちょっとだ、目が覚めたか。よし、行ってやれ。いや、もう兵隊は来ないか。終わりだ。俺、なんで俺らを襲うんだ。沢城藩を殺に突き出したわ。踊れらやろが。その返しか。お前らこそなんや。踊れら、何しに来たんや。久米に用があってきたんだ。あいつはどこだ。知るか、くたばれやボケ。クメはどこだって聞いてんだ。春日くん、早く答えろや。春日くん、ちょっと一番やりすぎよ。ハケ、クメはどこだ。だんまりか。根性見せてるつもりだろうがよ。俺も腹くくってここに来てんだ。ダメだ、一番違う。あと100発でも200発でも、わかるけど、てめえを殴れる自信がある。止める権利なんてないけど。根性見せるつもりなら試してみるか。数が一番でいてくれ。質問に答えろ。クメはどこだ。そうかよ。じゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ。100連発は春日くんぽい。偉人町にはもうおらん。カムロ町に行きよった。カムロ町か。何、カムロ町に行っただ。戻るな。戻れ。この間選挙官に押し込んできよったら、せやさかい久米は都知事に、青木亮に泣きつきに行ったんや。もっと警備を増やしてもらわんと選挙ができへん言うてな。困ったものですね。国政に出ようという方がそんな臆病なことでは。なら久米じゃなくてもいい。青木亮に合わせろ。上を出せ。そんなんわしに言われても。おやっさんを殺して、星野会長を殺して。ちょっとちょっと、一番くん、そんな一番くんは見てられない。でもな、答えたい。知っとること
答えたやんか。町を荒らすだけ荒らして、残ってんのはてめえらみてえな役立つの雑魚だけか。ふざけんじゃねえぞこら。違うよ、そんなの勇者じゃないじゃん。大丈夫、もう行ってしまう。うるせえ。俺な、若と荒川雅人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。やめろ、やめろ、死んじゃう、死んじゃう。うわあ、ちょっと、誰だ。ちょっと待った、グレート赤の配色まだ来てる、まだ来てる、まだ来てる。なあ、あんた、なんで慎重に通りすがる。嘘つけ。なわけねえだろ。誰なんだよあんた。大阪じゃ味方してくれて、おやっさんとはどういう身の上話をする気はない。え、は、俺は日の当たるとこじゃ生きられねえ人間だ。だがだからこそ手に入る情報を持っている。何の話だ。青木亮の次の一手はまたこの偉人帳で刺される。え、何、次の一手って何だ。お前にその中身を伝えるつもりだった、ついさっきまではな。何だと。知ってんならさっさと教えろ。今のお前を見てると素直にそういう気にはなれねえな。この二人の会話は気に入らねえな。そんな目であんたに見下される覚えはねえ。もう抵抗できねえって相手を人に止められるまで殴る男は見下されても仕方ねえんじゃねえか。情報って何だよ。若の次の手ってのは何なんだよ。ああ、そんなに頭に血のぼってるようじゃ理解できねえ話だ。時間はまだある。夜になったらコミジュルに来い。俺はそこで待ってる。コミジュル。今コミジュルでは孫悲がシステムの復旧の指揮を取っています。カズマ君、コミジュルとつるんでる。復旧の目処は立っていないとは聞いていますが。はん純喜。なるほど、そっくりだ。え、それも知ってたの。何か、いつだったかお前とよく似た男に会って。その場に私も行ったじゃん。俺の目の前でそいつは死んだ。おお、夢でも見られたのでは。聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者も使ってたらしい。つまりそれがお前だな。ご自身の記憶は夢ではないと。夢でたまるかよ。はっきり言え。影とは主のために身も心も同化させ、それを一生貫く覚悟を持って生きること。そしていつか私の影がまた生まれ同じ覚悟で生きる。つまり暗純義とは永遠の命を持った存在なのです。なるほど。はあ、お前ら司令か。え、いい、私の知り合いを知っていたようなので。はあ、やっぱ世間ってのは狭いもんだな。まったくだな。ねえ、よう、コミジュルに来いってなんでだ。そこで何があるってんだ。来るも来ねえもお前ら次第だ。続きが聞きたきゃおとなしく夜を待つんだな。ちょすっげえカズマくん絡んでくんじゃん本編。じゃ、なんかもう急にこんなかっこいい人出てきちゃって。おい青木亮、清流会の組長殺害にあなたの関与はないと。カズマくんやば。もちろん言い切りますね。では
仮にも世間で多少の疑いが出たとしたら、ゴシップ的な扱いで終わりますよ。それはつまりあなたが関与している証拠は一切出ないし、警察で確保された沢城が星野殺しはあなたからの指示だったなどと漏らすこともないと、そういうことですね。そう捉えて構いませんね。へえ、そう取り乱さないでください。警視総監ともあろう人が。堀之内、そちらにご迷惑はかけません。お約束しますよ。それは神経質にもなりますよ。以前から聞いていた話と今ではだいぶ状況が変わってきてますからね。先日蒼天堀での近江連合解散はまさに想定外でした。あの状況を見るに、あなたはそもそも初めから荒川真澄の手綱を握れていなかったということになる。彼ならもう舞台を降りましたよ。その後釜に座るのが沢城城と思っていました。そこにも計算違いがあったのでは。あなた方はこちらのことにあまり立ち入らない方がいい。いろいろ気になることもあるでしょうが、でもご安心ください。すべて私が見ていますから。大阪の近江連合本家が解散を謳った今、神室町にいる残りの近江は所詮烏合の衆でしょう。荒川も沢城も消えた今、誰がそれをまとめるんです？さあね、とにかく私にお任せください。でも今我々と警視庁とは適切な距離を保つべきです。特に今はデリケートな時期です。それくらいお分かりでしょう。ですから今後私の了解もなく突然押しかけてくるなんてことのないようにお願いしますよ、堀之内さん。そういうあなたこそ事前に何の相談もなく国の政治にまで手を広げた。いきなり民事党の幹事長とはね。ほう、事前に相談してほしかったんですか？相談してもしなくても何も変わりはしません。私を止める力など誰にもない。それでも助言ぐらいはできたはずです。あまり身の丈に合わぬことは慎まれた方が賢明です。身の丈、ね、でも言ったところで無駄でしたか。手組んでるけど信頼があるわけじゃないよな。同じ女性を愛してしまった縁から始まったんだもんね。あの野郎、言ったの？都知事への敬意が足りてないとちゃいますか？面倒になる前にけじめ取りましょうか。勝手に消すなよ。俺の楽しみを奪うな。楽しみでっか？あいつはこれから先ずっと俺に顎で使われて生きていくことになる。それを見て味わうのが俺は楽しみで仕方ないんだ。なるほど、わかりました。ところで偉人町から久米が泣きついてきてますわ。選挙中の警備を増やして言うて。はあ、それはこっちの仕事だ。なんとかする。そっちに頼んだ仕事はどうなっている？偉人町の方は手配済みですわ。この先は知事といえどもことが済むまでわしとはもう連絡が取れんようになります。そこはご承知おきを。石尾だ。はい。東京近江連合の会長にはお前が適任だと思っている。他の幹部衆の前で俺にそう宣言させてくれ。ありがとうございます。後悔はさせまへんで。甘い餌ちらつかしてな。
そうか、気に入られてるのか、マサト君に。春日君が会いに行ったところで、どう決着つける。っていうかさ、マジちょっと待って、キリュウちゃんじゃん。キリュウちゃんじゃん。グレーと赤のあの姿、ずっと着てるのか、一生着てろって言われたから。春日君とキリュウちゃんが、会話してるのはちょっと、いろいろと思うところがありすぎるだろう。あの男が待っているコミジルへ向かおう夜になっちゃったか。その声で一回キリュウって、行ってみ？行ってみなよ。それだけでお姉さんは元気が出るから。うわぁ、今日はここで終わりますか。次回コミジュルに行くと思いますか。行っちゃ、うわぁ、来るねー。来るだろう。いやぁ、来ないか。バーサスキリュウカズマ。来るだろう。あの人こそ誰よりも拳で解決おじさんだから。いやぁ、ちょっとよかったな。無抵抗の相手を殴り続けて止める。透明くっそ、錦じゃねえか。ゼロ錦じゃねえか。あんな兄弟、一線超える時は俺も一緒に超えてやるって。今春日君は止めてくれる兄弟がいないんだもんな。まあ春日君の気持ちもさ、もうやりきれない思いを拳に乗せて目の前の相手にぶつけるしかないみたいなモヤモヤもわかるけど、やっぱ怖かったね。ちょ待ってくれ一番君、その一線は超えないでくれっていうのを止める。止めたぜカズマが。ああそうね、そうよね、ハン様のことも知ってるしね。ちょっと、ああ次回カズマくんに会いに行きますか。男としてのデカさを見せつけられた感じないか春日くん。でも安心しろ、キリュウちゃんも君みたいな時代があった。そんな時代を乗り越えて、いろんなものを失って、それで一歩一歩大きい男になってったんだ。春日くんの龍魚ちゃんももっと輝けるから、頑張ろうね、一緒に頑張ろうね。くかっこよすぎだろあの人。何なんだよ、ムカつく、ムカつくぜ。少し離れてる間にあんなにグッドダンディーになって、しっかり者になって、新主人公の道しるべを担うのか。あ、終わろうと思ったけど、そっか、天佑の絆ドラマ回収しちゃうか。おいで天佑。いいね、本編もラストスパートだし、やり残しないようにちょっとずつ潰していこう天佑。お、蝶のやつ一人か。もうすっかり常連客気取りじゃねえの。あ、春日くん、ちょうどいいや、待ってたんだよ。ん？なんだよ、何かあったのか。まぶちとの思い出話がな。というわけで結論から言うとさ、偉人町にまぶちが舞い戻ってきたってこと。あいつは？マジか。だってあいつ偉人町追放されたはずだろ。ね、困っちゃうよね。まぶちのやつせっかく見逃してあげたのにさ。わざわざ偉人町に戻ってきたってことは、あいつハンピンリューマンに返り咲く気か。今さらリューマンな。もうそんな力は残ってないはずだけど、手下はほとんどあいつの元から逃げてったし。じゃあまた近江連合を後ろ盾にしてるとか。今のまぶちに近江がそこまでする利用価値はないかな。ん？じゃあよ、まぶちが戻ってきたとこで別に大した脅威じゃねえのか。調査は会いたいのか。多分そういう状況だと思う。まぶちはもうすっかり落ち目だよ。嬉しい？ああ、人を笑う趣味はねえよ。春日くんっぽい。とどめを刺しとこうぜ。あ、今の春日くんならいっそ、おごれるもの久しからずか。いやー、知性じゃん。これは知性だ。いやー、まあ、山上的にはとどめを刺しとこうぜって言いたいんだけど、春日くんにな、そんなこと言ってほしくないんです、お姉さんは。人を笑う趣味はねえよ。あいにく人の落ち目を笑う趣味はねえよ。慰めに行ってやる義理もねえけど。寛大だね。春日くんって時々ちょっとかっこいい。折れんなよ。時々で悪かったね。ただ前にも言ったかもしれないけど、問題は孫飛さえ。なあ、コミジュルを燃やした張本人のマブチが戻ってきて、何もしなかったら示しがつかねえもんな。リューマンまとめてくれてんだもんな。今彼女がハンピンリューマンのトップ。おう、マブチが戻ってきたのを知ったら間違いなく彼女はマブチを殺す。だろうな。で、
お前はこの状況をどうしたいんだ。コミジュルが動く前にもう一度マブチを偉人町から追い出したい。見殺しにはしたくねえってことか。あんたを裏切ったやつなのに。ね、つくづく自分は甘い男だと思うよ。なんだかんだあいつのこと仲間だと思っちゃってる。うん、もう仲間でも何でもない。自分を殺そうとさえ思っている天敵なのにね。甘い男でいいじゃねえか。俺はそういう男の方が好きだぜ。なんだよ、ちょっとやっぱり人間くせんだな。ちゃんと人間なんだなお前。春日君、僕を何だと思ってたんだい。ヤッピー。失礼な人だな。だがコミジュルより先に動くとしたら、そうのんびりもしてられねえな。もしマブチの居場所が分かったらすぐに動かねえと。俺でよかったら手貸すから行ってくれよな。春日君、ありがとう。お人よしだね君は。お人よしは嫌いか。いや嫌いじゃない、むしろ好きだね。ならよかった。マブチが戻ってくる。そうか、長さんの絆ドラマ最終章はマブチとまた一戦やり合うわけか。どうだ長よ。うわー、いやー、まあ仲間と思っちゃう甘い男は嫌いじゃないぜ。いやでもマブチな、長さんを傷つけることがあるというのならばこの手で消したいと思います。よし、今日はここで終わりにしましょう。次回は他の仲間たちは、うん、コミジュルに行きましょう。そうですね、ハン様はそこら辺知らなかったの。今キリュウちゃんがインコミジュルに出入りしてたってことだもんな。コミジュルに来いってあんないい声で言われたらホイホイ行っちゃうでしょうが。みんなキリュウちゃんの噂。うん、ハンジュンギとあのスーツの男はどういう関係なんだ。話せば長いから今は話さない。うん、とにもかくにもまずはコミジュルに行って話ってのを聞こうぜ。だけじゃ済まされない気がするな。グレースーツの男何者なの。コミジュルに行ったらわかるのかしらか。でもキリュウカズマ、ドドンキリュウカズマって名乗らないんだろうな。ああ、エリちゃんはずっとお仕事だ、ありがとうな。よし、行きますかコミジュル。キリュウちゃんから話を聞きに行きましょうや。はい、ご視聴ありがとうございました。ダイゴちゃんのそば離れて、またダイゴちゃんのそば離れてるねあいつ。ダメって言ったじゃんお父さん。キリュウとダイゴ、この二人の親子に足りないのは圧倒的時間、圧倒的会話時間。